こんにちは。漫画でわかるインフレ、デフレとその解決策、始まります。さて、前回動画を見ていない方は概要欄にある動画を見てくださいね。この図は各経済現象の因果関係を簡単にまとめているわ。需要増により起こるのがデマンドプルインフレ、海外からの輸入が不可能になるなど供給要因で発生するのがコストプッシュインフレ、需要減で起こるのがデフレ。デマンドプル、コストプッシュ、ググったら難しい図が出てきたけどよくわからないわ。そうね、まずは簡単に産業革命以降の経済のメカニズムを解説する必要があるわね。産業革命以前は土地に対して投入される労働力で生み出される富の量は変わるわ。土地の豊かさにより増減はするけど、労働者一人当たりが生む富の量はあまり変わらなかったのよ。産業革命以後は生産資本に投入される労働力と資源で生み出される富の量が決まるわ。そして生産資本に投資することで生み出される富の量はどんどん増えていくわ。例えば人力で運ぶ荷物の量と機関車で運ぶ量は桁が違うわよね。しかし投資が発生するには条件があるわ。身近な例、パン屋さんで例えてみようかしら。パン屋さんが高価な機械を買って生産量を上げるときって店がどんな状況かしら。状況、お客さんが多く来て売れまくってるときでしょ。売り上げカツカツで新しい機械なんか買わないわよね。そうね、図で書くとこんな状況。需要、つまり買う力が供給する力を上回る状況。この状況に発生するのがデマンドプルインフレよ。デマンドプルインフレで生まれる性のループがこうなるわ。需要が多くて物の値段上げても売れるから給料も上がって生産量を上げるために投資も増えるってことね。そして上げた給料や投資で出回るお金がさらに景気を良くしてっていうループなのね。デマンドプルインフレが繰り返されないと生産技術の革新が起きないってことよね。確かに売れる見込みがないのに高価な機械買う農家なんていないわ。しかし今のインフレって給料がろくに上がらず延々と家計が火の車になってるだけよ。インフレっていいことなの？今発生しているインフレはコストプッシュインフレ。戦争やコロナで輸入材が高騰しているだけよ。国内の景気が良くなったからではないのよ。左の図のように景気が良くなり需要が増えて需要曲線が右に動き、物価が上がると同時に経済成長により GDP が上がる。これがデマンドプルインフレ。一方でコストプッシュは右の図のようになるわ。戦争や災害などで供給力が下がり供給曲線が左に動き、物価が上がると同時に経済が失速し GDP が下がるのよ。難しい。まあなんとなくわかったわ。費用が上がるだけなら儲けが減るだけだもんね。でもデマンドプルインフレでも物価や人件費が上がるわけよね。結局コストプッシュインフレになるんじゃないの？鋭いわね。そのコスト増加に負けない需要増加が繰り返されれば新しいデマンドプルインフレにつながると言えるわ。デマンドプルとコストプッシュが交互に繰り返されて経済成長していくと言えるわね。インフレを体の成長に例えるとこのようになるわ。デマンドプルインフレによる経済成長は背負う荷物も重くなるけど、それを超える勢いで肉体が成長していくわ。コストプッシュインフレは背負ってる荷物だけはひたすら重くなってるだけよ。この2つの区別がつかずインフレの対策を叫ぶ人がいかに多いか。でもデマンドプルインフレで経済成長しているならオールオッケーというわけではないわ。アメリカはずっと経済成長を続けているけど貧富の格差はどんどん膨らんでいる。経済成長と富の分配を両立させることで国民が豊かになると言えるわ。ところで
コストプッシュインフレの解決策はないの？あるわ。長期的な視点に立てば、供給力の強化。例えば、小麦の海外からの供給が悪化したなら、国内での小麦生産の強化、米粉の開発など代替資源の開発、またインフラ投資によるエネルギー効率の向上、例えば超大型コンテナ船が入港できる港の開発でエネルギーコストは飛躍的に下がるわ。短期的な解決としては、消費税減税、ガソリン税減税など、現に世界各国は付加価値税減税に踏み切っているわ。なるほど。でもニュースではそんなことあまり聞かないような。日銀の金融緩和をやめろってのはよく聞くけど。金融引き締めで効果があるのは、需要増によるデマンドプルインフレに対してよ。供給が原因のコストプッシュには効かないし、さらに景気を悪くさせるだけよ。景気がさらに悪くなるのは困るわね。しかし金融緩和で円安になって、円安がインフレをひどくさせているって話もあるじゃない？日米の金利差が上がって、円を売ってドルを買う人が増えたとか、そのせいで円安になったんだって。金融緩和が始まったのは2014年だけど、2022年までは金利差が上がっても円安になることはなかったのよ。円安が始まったのはつい1年ほど前からなのよ。要するに、円安は複合的な要因によるものと思われるわ。この状況で金融緩和は博打に近いわ。ただ不景気になるだけの可能性があるってことよね。もう手っ取り早く消費税減税でいいじゃない？ことさらに日銀の責任ばかり言う人が多いけど、消費税減税に目を向けさせたくないという意思が垣間見えるわね。さて、デフレーションの説明もしておくわ。これはデマンドプルの逆で、需要に対して供給する量が多すぎると物価が下がっていく。ちょっと F 先生を煽るような真似はやめてよ。めんどくさいことになるわよ。デフレを図示するとこんな感じね。バブル後の日本は需要が低減し、消費税増税や構造改革による国民の貧困化が需要源をさらに悪化させ、長期デフレに至ったわ。デフレスパイラルはデマンドプルとは逆にマイナスの循環になるのね。安売り合戦やリストラによる供給力の弱体化が起きるようになるということね。さて、そろそろまとめるわ。経済問題の解決にはまず要因の分析、そして分析に沿った政策の選択。でもこの国はデフレにもかかわらず、増税やら構造改革やらひたすらやってきたの。コストプッシュインフレの中でもひたすら増税しようとしているのよ。インボイスも増税でしかないしね。金融財政政策の基礎は40年代に偉大な経済学の巨人たちにより確立しているのよ。それより昔は政府が持っている金の量がお金を作れる量の限界を決めていたわ。しかし政府の裁量でお金の量をコントロールできる管理通貨制度が生まれたわ。しかし日本のお偉いさんは国の借金とかいうデマを信じてる人が大多数だからね。ありもしない財政破綻を恐れて財政政策が硬直化しているのが日本というわけね。せっかく管理通貨制度にしたのに。コストプッシュの放置どころか増税しようとしているからね。さらに景気を悪化させ、企業倒産や廃業が増えていくわ。物流や建設業の崩壊や農家や畜産家の廃業などがすでに危険視されているわね。それは供給力破壊による日本の途上国化、供給力不足によるインフレを慢性化させることになるわ。一刻も早く政策を転換させるしかないわ。ご清聴ありがとうございました。関連動画のリンクは概要欄に貼っています。ペースは遅いですが、これからも動画制作を頑張っていきます。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。